プランクを簡単に腹筋に2倍効かせる方法として紹介していきます。プランクっていろんなやり方があるんですけども、実はつま先ではなく足の甲を床につけてプランクするだけでお腹にしっかり効くフォームを作りやすくなって腹筋を鍛えることができるんです。今回たったの20秒です。動画を見ながら一緒にチャレンジしてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引き締めたい、食後にお腹が出やすい、反り腰でお腹が出た姿勢になってしまう、そういった方におすすめなプランクのやり方を紹介していきます。今回のやり方はとっても簡単なのに、通常のプランクよりも 2,3 倍腹筋に効かせることができます。たったの20秒で必ず腹筋に効きますので、腹筋をすると首や腰が痛くなる、プランクをしてもお腹に効く感じがしない、プランクのフォームがわからない、そういった方は足の甲を床につけてやるだけです。たったの20秒しかしませんから、今回は3セット頑張ってやってみてください。1セット目よりもどうしても2セット目、3セット目の方がしっかり腹筋に効かせられますんで、今回はお腹が疲れてもフォームが乱れずに行えますので、腹筋筋肉痛になるかもしれませんが頑張ってみてください。それでは紹介します。通常プランクというと、肩の下に肘をついて足を閉じて体を持ち上げます。お腹に効かすポイントはお尻が上がらない、お尻をしっかり締めた状態で体をキープすることが大切なんですけども、実はこれってかかとの位置が後ろに行ったり真上だったり前に行ったり、かかとの位置が動いてしまうと肩の位置が動いてしまうのでお腹に効きにくくなるんです。そこで今回はかかとが動かないように足の甲を下につけます。この状態で体を持ち上げます。つま先ではなく足の甲なので体の位置がね、前後ろ動かないんです。なので同じ姿勢をキープして腹筋に効かすことができます。足の甲を少しね痛いよって方は、まず正座した状態から手を後ろについて、こういう感じで足の甲をまずね伸ばしてください。 OK です。これでプランク20秒やっていきましょう。肘の位置を変えるだけでレベルを変えることができます。初級の方は肩の下、中級の方は少し前、上級の方はもっと前、そうすることでめちゃくちゃお腹に効かすことができます。ただあんまり肘が前すぎるとちょっと肩にも負担がかかっちゃうので、できれば初級の位置か中級の位置がおすすめです。今回私は中級の位置でやっていきます。足の甲でするだけでお尻が上がりにくいです。自然とお尻が締まるので腹筋にしっかり効かすことができます。20秒3セットやっていきましょう。呼吸はできれば長く吐いてください。あまり息を止めないように注意です。それではいきます。スタート。これでキープ、すでにきつい。中級の方頑張って、めちゃくちゃきつい。かお尻締めて、あと5秒。オーケー。かー、これはきつい。いやー、あんまり肘前に出すとちょっと腰痛い方がね出てくるかもしれません。初級の位置でやってみましょう。それでは2セット目いきます。スタート。このね、初級の位置の方がお腹に効く感じがあるかもしれません。しっかりねお腹を引っ込めて、お尻を締めてキープ。あと5秒。オーケー。いやー、ラスト頑張っていきましょう。つま先で行うプランクはねここまで辛くないと思います。でもね、頑張ってやってみましょう。ラストいきます。スタート。お腹がプルプルしてる方はよく効いてます。お尻をしっかり締めて、少しオッケー。かー、お疲れ様でした。いや、今のね、つま先ではなく足の甲を下につけるプランク、甲プランクとでも呼びましょう。通常のプランクで、ね、お腹に効きにくい、前のめりになってしまうと
お腹にかかる負荷が肩に乗ってしまうので、あんまりねプランクっていうのは前のめりになっちゃうと腹筋に効かなくなるんですけども、今回はね足の甲をつけるだけ。そしたらかかとの位置が変えれない。なので辛くなったら前のめりになってしまうっていう状況が持っていけない。なので今回のプランクの方が腹筋にしっかりね効かせられるというやり方になります。頑張って3回やってみた方、よかったらグッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。そちらの方の方がコメント実は分かりやすいんです。なんか質問あるよって方はね、 Twitter や Instagram からよかったらメッセージください。今回もご視聴ありがとうございました。